ンピです。エリアスです。ピンクにした。今日は踊り機に来てます。こちら久しぶりにどっかに、お出かけ飛ぶなくて来る踊り機の渓谷に行きたいと思います。実はリサのアイディアです。いつもたまにいいアイディア出すよね。うん、じゃあささっと行きましょう。ささっとじゃないよ。じゃあゆっくり行きましょう。さっそく。東京の下町。なんか今日なんか天気めすごく良くて晴れ。秋晴れ。晴れであのそんなに蒸し暑くないし。うん。最高。天気がいい。こんなに気温が違うらしいよ。中は寒い。リザ寒い。あ、私だけとあるよ。踊り機渓谷入口。はい、こちらはゴルフ橋です。なんでゴルフなんだろう。すごい赤い。ここからあのゴルフやるボール投げる。それにすぐできる。お、そしてタケ。すごい赤い。はい、こちら川沿い歩きます。なんか暗い。そう、私も言いたかった。暗い暗いし、本当にちょっとすごい涼しくなった。ねえ、なんかパワーでこんな渓谷。浅いよ。浅いの。僕もある。なんか飛んでる。思った以上に人が多い。そう、なんか誰もいないと思うんだけど結構いるね。みんなすごいカメラ持って撮影してる。みんな YouTuber？ カメラばっかり。違う。すごい。エコ。エホ。なんかすごい。不思議。すごい不思議。暗いね。すごい蚊に足がすっごい刺されて、もう蚊に、もうやだ。すごい蚊がたくさん。私すごい、蚊も、あの、蚊も、なんか、すごく湿度が高くて、これもう、ふわふわ。お、そしてここに神社があるみたいです。水が出てる。あ、すごい不思議。初めてこんなの見た。はい、こちらお寺ですね。はい、お寺にお金を投げて。ここはね、あったかい。綺麗な場所。なんか最近この場所行ってなくない？私たち。あまり行かないね。行かないね。なんか高尾山行くときとかみたいな、こう山に登って、寺とか。あまり、なんかこの場所が遠くないんで、遠くなくて、でもなんか結構、来ない。世田谷区。世田谷区とか近い。でもなんかすごい大自然で、どっか遠いところに行ったみたいな感じ。うん、そう。うん、ちょっとしたお出かけ。じゃあ次。あリザどこ？ここすごい大きな蝶々。黒い。はずかすごいこと見つけた。すごいもの。すごいもの。はい、こちらは
ニワです。ロシアのニワすごい、あのニワ、あのこニワ、あニワじゃない、テンじゃなくて、あの車のニワ、ま、ま、マーク、ブランド、うん、車の名前ニワ、名前、はい、ロシアの、なんでここにある、え、なんでなんで、すごい乱れてるよ、だってこのロゴは絶対そうでしょ、あったはワダ、ワダ、ワダのニワ、でもあったニワ、ワダのマスニワ、私、ワクロギムチです。ニワ、本当にこのロゴはそう。なんでここにあるの？ワダ。へへ。へー、クルータ。初めてこのロシアの車ここに見るのは。トドリキ渓谷でした。早めに終わったよ。なんか早かった。なんか、気がついたらもう普通の住宅街だった。でもゆるゆる見た。この短い時間に川も見たし、ゆるゆる橋も見たし、あとね、蝶とか神社、うん、そして足がかゆい、足がかゆい、足かゆい、背中かゆい、そして今、はい、多摩川の方に向かってます。そう、今スターバックス探してご視聴ありがとうございました。